小す大正大学の小峯と申します。本日はこういう場で意見を申し述べる機会を与えていただきまして、大変ありがとうございます。えっと、私の,あのメモをお配りしてあると思いますので、これに基づいてお話をさせていただきます。私はあのマクロ経済が専門でございますので、 日本経済全体がどうなっているか、その中で経済政策がどういう課題に直面しているかということについてお話ししたいと思います。まず1番目、コロナ危機下での日本経済についての基本認識ということですけれども、これは皆さんご承知のとおり、GDP 成長率はほとんど毎期、非常に上がったり下がったり、非常に激しい変動を繰り返しております。このの非常に大大ききなな変動というのはあの大きな特徴で えー、このグラフにありますように、年率で29%も下がったかと思うと、22%もプラスになるといったような動きがありますし、えー、最新の4、6月期も、えー10 10、10、12月期もです、ねかあの、これはちょっとあのこの資料、予測の資料ですの、ね、で、ちょっと古いんですけれども、えー、非常に高い成長率になった後現在はおそらくマイナス成長、あの1、3月期はマイナス成長だろうというふうに言われています。したがって あの今どういう政策があるべきかというときに分かっている資料はちょっと違う資料が出てきているということでえもう少し長い視野で中長期的な視野で考えていくということが必要だというふうに思います。それからあの生産面の動きですけれどもここにグラフがありましてえっと図二のあの左側が航工業生産、右側が 第三次産業ということで、まあ、サービス業中心の第三次産業なんですけれども、リーマンショックのときと比べますと、リーマンショックが青、今回のコロナショックが赤という区別になっておりますけれども、製造,製造業の方はですね航空業の方は、リーマンショックも今回も大きく落ち込んでいるんですけれども、第三次産業の方は、リーマンショックのときにはほとんど落ち込みがない、横ばい気味なんですけれども、今回はこれが大きく落ち込んだ。 この第3次産業の落ち込み、これはあの言うまでもなく、旅行業とか外食業のような対面型サービスが非常に落ちたということが大変大きな特徴で、ということは、ですねこういったあの第3次産業は、これまでこれほど大きな落ち込みを経験したことがなかったということで、さらにショックが大きかったのではないかというふうに推察されます。次に 2ページ目に行っていただきまして、所得面の動きについて申し上げたいと思います。でこれは、これ、GDP の所得面の動きっていうのが、2年ぐらい前から新たに公表されるようになりまして、四半期の動きが分かるようになってきております。で、これを見ますと、特にコロナショックの影響が大きかった、昨年の4、6月の動きを見ますと、ここで赤い丸で囲んでありますけれども、 一番左の雇用者報酬これは賃金ですね賃金は大きく減っております、11.1兆円、これは年率ですので、あの実際はこの4分の1なんですけれども、年率で11.1兆円減っている。これは言うまでもなく、雇用機会が失われたり、ボーナスが減ったり、残業時間が減ったりということで、大きく落ちたわけです。ところがですね、その他の経常移転っていうのが、39.5兆円も増えている。これはあの10万円の給付ですね、これがありましたので、大きく増えた。 その結果、可処分所得、使えるお金は30.5兆円も増えているということです。で、一方で、家計の最終消費、これはさっき、GDP が大きく落ちたときに消費も落ちておりますので、消費は大きく落ちました。つまり、所得は大きく増えて、消費は大きく減った。で、そのため何が起きたかというと、貯蓄が大幅に増えているという結果になっております。で 4 6月期の貯蓄率が一番右にありますが、これがなんと21.8%という、ほとんど見たことがないような高い貯蓄率という結果になっております7月。7 9月期は、これあの、あの若干その程度は弱まっておりますが、貯蓄率は依然として11.3%と高いという結果になっております。それから雇用面の動きですけれども、これも皆さんご承知だと思いますが、雇用機会は大幅に。 減ったんですけれどもこれは企業内の休業者、これは雇用調整助成金等の効果だと思いますが、企業内の休業者と、それからの特に非正規を中心に、非正規の女性が中心だと思いますが、雇用機会が失われた結果、給食活動を諦めて、家庭に戻ったという方が非常に多かったために、結果的に失業率は、失業者としてはあまり大きく増えなかったという形で、雇用面のパニックはあの防げたと。 といいう結果になっていると思われますそれから、丸5に景気の認識というのがありますが、あの景気というのは、通常はですね、方向で判断する、つまり上を向いているか下を向いているかということで判断します。そうしますと、現在は上を向いておりますので、景気回復期という認識になります。でこれはの専門家の意見を聞くアンケートがあるんですけれども、第一線のエコノミストは、 これはもうほとんど全員、昨年の5月は景気の底だったという認識を持っている、私もそう思っています。しかしですね、これは丸6にありますように、これは GDP の水準を見たものであの、まだ途中段階ですので、将来予測をあの専門家の予測で入れてあるんですけれども、これを見ますと、来年の4、6月期までは、コロナショックの前のレベルを下回ると。 いうしたがって、あのまあ、景気認識の方向としてはプラス方向で、成長率は高いということなんですけれども、水準としてはコロナ前はなかなか上回れないという水面下の状況が、まだしばらく続くということになると思います。でそうしますと、まあ、多くの経済主体は、例えば今よりももっとボーナスが良かったときがあると、今よりももっと売り上げが大きかったときがあると。 いう認識でずっとこれからしばらくの間続きますので、景気は回復局面だというふうに言っても、なかなか実感を得られないというところになるのではないかというふうに考えられます、えっと、次に3ページ目以降で、コロナ危機への政府の政策対応をどう考えるかということについて、私の考えを申し上げます。 でこれについては、私の基本認識はあの、コロナ危機っていうのは3つのフェーズがありますので、そのフェーズに基づいた政策が必要だという考え方をしております。でフェーズ1っていうのは、これはあの、今、詳しく説明した昨年の4、6月期、まあ、緊急事態のときですけれども、これは感染防止のために、経済活動を、えー、抑制しなければいけない時期だったというふうに考えられます。で、フェーズ2っていうのは、感染症の広がりを抑えつつ、 経済活動もある程度拡大させていくという、まあ、バランスを取りながら、えー、両者のバランスを取っていくべき時期ということで、これが昨年の 7, 月7、9月期以降、現在まで続いているという認識になります。で、フェーズ3は感染症が、まあ、ワクチン等で、えー、抑えられて、えー、新たな歩みを始めるときということで、残念ながらこれがいつ,からいつになるかというのはまだ分かりません。でこういうい 認識ですと、えー、当面はです、ね、フェーズフェーズ2のときには、えー、何が必要かというと、一時的なショック、これは所得面のショック、売上げの低下、いろいろあると思いますが、一時的なショックが、えー、永続的な傷として残らないような政策というのが中心になるというふうに思います。で、えー、当面、さっき申し上げましたように、 水面下の経済が続いて、多くの人が満足できない経済ということになると思いますけれども、だからといって、通常の景気後退期のように、財政金融面で需要を刺激して景気をよくしようという方向はなかなか取りにくい、経済が活動すると、今度は感染症が拡大してしまうという矛盾がありますので、通常の景気政策というのはなかなか取りにくい局面にあるというふうに 私は考えておりますで本格的な景気刺激策は、えー、成長政策はステージ、フェーズ3ですね、フェーズ3以降の課題になると思いますけれども、そのときにはです、ね、おそらくあの今まで旅行に行きたくても行けなかったとか、買いたくても買えなかった、外食に行きたくても行けなかったという需要、これがあの抑圧されていた需要ということで、ペントアップディマンドという考え方があります。 でこのペントアップディマンドがおそらく、何もしないでもおそらく相当出てくるということですので、それを見極めながら、景気対策を考えていくということが必要だと思います。それから、括弧2の財政面での対応ということですけれども、先ほど申し上げましたように、フェーズ2の段階におきましては、まあ、一時的な雇用調整が長期的な失業につながらないようにする。 それから一時的な経営危機が長期的な廃業とか倒産につながらないようにするということが重要だということで、困窮分野に一時的な所得補填をしたり、つなぎ融資をしたいというようなことが基本になるというふうに思いまして、この点は今のところ、比較的うまくいっているのではないかというふうに判断をしております。ただまあこういうい危機にあっては各方面から こういうことにもお金を使ってくれ、ああいうことにもお金を使ってくれという、まあ、財政の歳出面での拡大要求が相次ぐということで、これをなかなかあの拒否するのが難しいというような局面になると思うんですけれども、そういったときであるからこそ、まあ、し,しばしばいわれます、懸命な支出、ワイズスペンディングとか、それから証拠に基づく政策立案、EBPM、こういった考え方をなるべく重視していくと。 いいうううう姿勢が必要だろうというふうに考えておりますそれから、えー、このコロナへの対応が、将来世代への負担として長く残らないようにするという視点も重要だと思いますので、えーまあ、コロナ関係例えばです、ね、コロナ関係の歳出を別立てにしておいて、将来、コロナ危機が収束した後これは誰でも嫌がるんですけれども、増税等によってこれを回収していくということで、 将来世代に負担を残さないという視点も必要であろうというふうに思います。それから、やや個別の問題になりますけれども、これまでの政策的対応の中で、いくつかの課題が出てきているというふうに思います。で、1つはですね、景気対策がこれまでもすでに訴えておりますが、そういった中であの、非常に大規模な財政支出が行われていることをどう考えるかという。 ことですけれども、えー、これはあの先ほど申し上げましたように、通常の景気後退期のように、景気が悪いから財政面から需要を増やすという考え方は、あの単純にはなかなかいかないのではないかということで、4ページ目にありますように、特にあのこういった議論をするときに、マクロの需給ギャップ、えー、潜在的な GDP と実際の GDP の差がどれぐらいあるかという需給ギャップに、 基づいて財政の規模感を考えていくという発想が出てくるんですけれども、これはあまり適切な議論ではないんじゃないかというふうに私は考えております。それから、全国民への10万円給付というのが行われたわけですが、これはなかなかあのお金に色がついているわけではないので、この10万円がどういうふうに使われたかというのを追跡するのはほとんど不可能だというふうに思うんですけれども、 しかし、先ほど、国民所得の貯蓄と支出のバランスを見ていただきましたとおり、えー、少なくともです、ね、給付の大部分は貯蓄に回ったのではないかという可能性が高いと私は思いますので、えー、まあ今後、同じような措置を取るのであれば、これはなかなかどうやるんだって言われても、私も明暗はないんですけれども、何らかの手段で困窮世帯に的を絞ると。 いいいうようううよなな発想の方が適当ではないかというふうに考えておりますそれから GoTo キャンペーンについてですけれども、えー、とこれはですね私はあのちょっとかなり批判的な意見を持っておりまして、あの皆様の中にはこれを推進している方も多いと思いますので、大変あの恐縮なんですが、一人の学者の意見としてあの申し上げさせていただきますけれども、 経済学的にはです、ね、現在の段階での外食をするとか、旅行に行くっていうのは、外部不経済、つまり他人に迷惑をかける行為だというふうに分類されるわけですね、これはただ、いつまでもそうではなくて、コロナが収束すれば普通のことで外部不経済じゃないんですけれども、現在は外部不経済だというふうに認識されます。そうすするるとと非常にに教科書的に考えるとですね 外部不経済に対してはどうしたらいいかというと、あの外部不経済を出している人にあの罰金なり、課税をしてそれを抑えるか、出さないで我慢している人に補助金を出すかという政策が考えられるということですが、GoTo キャンペーンは残念ながら、外部不経済を出している人に補助金を出すという。 政策になってしまっているというのが、大変あの難しいところだなというふうに思います。それで、これは私も机上の空論であるということは十分承知しておりまして、おそらくこの中でも賛成してくれる方はいないと思いますけれども、私の理想の政策は、あの旅行とか外食に課税をして、その得られた収入で業者を直接救うと。 いいいいいううののの理論的にはは一番いいんじゃないかというのは私の考えですでこれをやりますと、感染の防止と、それから被害の救済と、それから財政赤字の防止という3つが同時達成できるということですので、えー、一応申し上げておきます。それから3番目は、ここから先はあまり今日のテーマと関係ありませんので、簡単に触れますけれども。 えー、ポストコロナの日本経済というのを考えたときに、コロナショックによって、これまでの課題がもっと厳しくなるという面と、これまでやろうと思ってできなかったことができるようになってくるという両方があると思います。で、前者については、これからもっと力を入れて取り,組、ま、取り組まなければいけませんし、後者については、その流れを積極的に生かしていくということが必要だというふうに思います。で 前者の従来から直面していた課題がもっと難しくなるという点については、まあ一つは財政再建ということで、これはこれだけの財政支出がありましたので、これをどうするかという議論がいずれ必要だと、その際にはコロナ危機後の経済展望というのを踏まえて、財政再建の道を描き直すということが必要だろうというふうに思います。それから持続的な社会保障を 維持していいくととうこともこもれまで、もも重要だったんですけれどもこれからもそれは変わりません。で、このためには、えーまあ、給付を削ったり、拠、え、出、ーえー、を求めたりとかですね、増税をしたりとか、何らかの国民負担を求めざるを得ないということですが、これがコロナ危機の中では、なかなかそういう議論が出にくいということだろうと思います。それからまあ金融政策に関係しますけれども、コロナ危機でまた物価が下がりましたので、 デフレからの脱却というのはさらに難しくなったということがあります。それから望ましい方向に転ずるきっかけになったとっいう面もありまして、これは最後のページになりますけれども、ここでは2つ指摘しておりまして、1つは雇用の働き方改革の面で、従来の日本の働き方はメンバーシップ型だというふうに言われていて、これが少子化とか生産性だとか、労働移動だとか、男女共同参画だとか、 そういった政策目標とあまりこう相性が良くないというふうに言われてきたの来ておりましたで、多くの経済の専門家は、これをなるべくジョブ型にしていくということが必要だというふうに言っていたんですが、これは要するにあの、いわゆる終身雇用的な観光をなるべくなくしていこうという方向ですので、なかなかあの多くの人の合意を得るのは難しいということでしたが、現在進んでおりますコロナ危機で、テレワークが普及してきて、このテレワークが、 ジョブ型と非常に相性が良いということが分かってきて、多くの企業がジョブ型への移行というのを真剣に考え始めているということだろうと思います。それから、これは言うまでもなく、あのデジタル化がこれまでいかに遅れてきたかということが、今回のコロナ危機で非常に鮮明になったということで、これは問題点が分かってきたわけですから、これはぜひその問題点を解消して、デジタル化を推進すべきだというふうに思います。以上で私の 意見の陳述を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。次に。